ほった堀ほったは、日本の士族。ほったは、尾張中島郡、ほった村に起こった土豪としている書籍も多いが、近畿地方にも室町時代以前に遡れるほったが、多いことから、疑問視されている。家紋学や、地理的見地からすれば、ほったは、祇園や坂神社社家、帰省ほったの流れ、つまり、や坂市と見るべきである、宝珠院参照。 系に残った系統と同社化分流の、尾張国津島神社社家の二つの流れがあり、後者の系譜が尾張系である。この尾張系は、八坂市直系の子孫たる祇園執行、八坂、堀田春明の子である、尾張津島天皇士官、堀田春への系統である。その津島神社に残る神官の堀田氏系図こそが、本来の彼らの出自を示していると思われる。 前述の土豪の一族も津島神社系堀ったの分家である可能性が高い。八坂神社と津島神社は同じ五図天皇者であることから、八坂神社社家から津島神社社家が生まれたのは自然である。そのため、堀った家の家門は八坂神社の門である三つどもえか木工、津島神社の門は八神社由来の木工のいずれかである場合がほとんどである。木工門は、 ほった木工や織田木工などに派生しており、織田氏はその氏神を祀る津島神社の木工をそのまま使い、終わり系のほった氏は、ほった木工を使う場合が多い。系の系統は、三つどもえの方が多いが、ほった氏の大半は終わり系であり、ほった木工を使う場合が多い。この津島神社社家に由来するほった氏のうち、南北長期に活動した、 ほったまさやスの子孫の一部が武士化して、津島を基盤に発展、使いた織出氏、豊臣氏の全国制覇と共に、歴史の表舞台に登場していった。これが、近世大名のほった氏である。家門は、ほった木工である。また、津島神社社家を代々務めたほった氏は、右馬田優衣と言われ、武士化した一族とは別に津島で発展した。また、この系統から派生した、 万当多有家は、近世に商家として発展した。堀田正康系の堀田氏は、関西重州所家府において、自らの羊を、旧長瀬尾の子孫とし、浦上氏、安富氏の本家筋にあたるとしている。ただしこれは、室町時代に、武家の名門として、中央で活躍し、同じ規制を名乗っていた両家の意向を利用し、自らの羊を噴飾したものであるという説もある。 この系譜は確かに疑わしいものの、前日のように、堀田氏の僧、八坂神社の鮭社に求めるならば、旧ハセオの地が入っている可能性は高い。旧ハセオの僧存中方の娘の血が、八坂神社、津島神社の鮭社に入っているからである。なお、八坂氏の流れが、堀田氏を名乗った理由であるが、八坂神社は、畑氏の疑恩信仰を推進するために建立されたと、する説もあり、 音の類似からも、はたしと何らかの深い関係があったと考えられている。やさか神社とはたしの関連性には、高等無形な説も存在するが、客観的見地からしても強い関連性がある。平安京の義本館喜び寺関心院。現在のやさか神社は、とが平安京に移って早々広峰神社から、誕生されたものであり、祭神の後図天皇、須佐能尊が、 誇らさされれたとされているつまり、孔峰神社は、祇園社の元宮。広峰の地である、万州平野はもともと、畑氏が開いたのであり、すなわち、本願地であり、広峰の祭神は、旗氏が祀っていた唐神である。その唐神の日本における神明が、須佐農村、及び同一視される、五図天皇になっている。当然、孔峰神社の門は、 八坂神社や津島神社と同じ木工門である。また、八坂神社のもう一つの門である三つどは、同じく、旗たと関連性の強い八幡神社と同じ門である。そもそも、八坂神社の方でも、八坂氏は、同族の他の系統と区別するために八坂と名乗っていたが、それは死でなく家の名前であって、実際は、一族としては、旗と名乗っていた可能性がある。 藤原氏の中で加盟が多くあったのと同じ。江戸時代以前においては、斎藤氏、ついで、小田氏、豊臣氏に仕えた、堀田森主が著名である。もともと、豊臣恩子の一族であったが、堀田氏のうち堀田正吉が、関ヶ原の戦い以後に、徳川氏に仕えたと入れる。正吉のこの堀田正盛は、母が稲葉正重の先妻との愛の子であった縁で、 正重の五歳、春日局の支援を受け、三大将軍、徳川家光に近似し徴用された。若年より、老中も歴任し、寛永19年、1642年、下宇佐桜藩11万国の大名になった。後を継いだ、正サ森の長男、堀田正信は、不祥事から桜藩を改役されてしまう、松平信綱と対立したためとも、 桜く総五郎事件の責任を問われたとも言われるが、詳細不明。しかし、正盛の功績により、正信の長男、ただし9は、お家最高を許され、この系統は、上野義井藩、後に、大見宮川藩主となった。正盛の三男の堀田正都正信の弟は、春日局の養子となり、五代将軍、徳川綱吉の時代に大老まで上り詰め、その子孫も、 不代大名として、幕府の養殖を占めて、桜藩に戻ったため、こちらの系統が本家とみなされるようになった。幕末の老中、堀田正人氏は諸外国の交渉に奔走、息子で最後の桜藩主、堀田正友は、不代大名大藩であったこともあり、江戸幕府を擁護して、海域の危機に立たされたが、家臣の奔走により免れることができた。そして、明治維新を迎えた。 明治十七年、1884年、最後の宮川藩主であった、堀田忠洋は死者に、桜藩主であった正友は、伯爵となり、家族に列した。しかし正友は、後継者となる男子に恵まれなかったため、鍋島、直成の息子、生を、婿養子として迎えた。その後の昭和二年、1927年の、大教皇は、堀田京も襲い、 財産を失って、貧窮の極みであったという。このことが後に、聖書、長野賢治が正常の娘、栄子を妻とする喫家にもなったと言われる。戦後、正常の長男、堀田正久は、昭和34年、1959年に、桜市長に当選。昭和50年、1975年まで4期に、渡って勤め、桜市の開発に貢献。 彦根市長となった、イーナオヨと共に、殿様市長と入れた。また、福島生息に仕え、終わりに残った一族は、後に、津島に帰郷し、さらに酒造業を営んで財を成した。その邸宅は、堀田家住宅として、国の重要文化財に指定されている。その他、生息に仕えて、秋に赴むき、生息の海域時も同地に残った堀田家もある。同家は、 福島の重臣、小川康ら、若さ守るの遺骨を、同地の本寺師事に埋葬し、長年同時総代を務めていた。明治期に武道具省に転身し、原爆投下時まで同業を営んでいた。京都系では、元検察官の掘った力などが有名である。太線は実施。細線は用紙。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。